エミリオ・プッチ。エミリオ・プッチは、プリントの王子の異名を持つイタリア・ナポリ出身の男性ファッションデザイナー、政治家。また、彼が創始したファッションブランド。フィレンツェの公爵家に生まれ、1934年から1935年にかけてスキーナショナルチームに所属、自身のデザインしたスキーウェアを着ていた。ミラノ大学卒業後、アメリカ合衆国ジョージア州アセンズの大学で修学。その後さらに1937年にオレゴン州ポートランドのリード大学で社会学を学ぶ。1939年イタリアに帰国。フィレンツェの大学で1941年政治学で博士号を取得。第二次世界大戦中にはイタリア空軍でパイロットを経験し、その後政治家になり、イタリア議会にも10年間在籍した。1947年、高校時代のスキーウェアを雑誌、ハーパースバザーに掲載。これが予想外の人気を得る。その後は、同誌から女性用の冬服デザインを依頼され、ニューヨークで売り出され、スポーツウェアのデザイナーとして評判を高める。先の細いパンツ、カプリパンツ、ショーツ、リゾートドレス、鮮明なプリント柄と大胆な図柄、色を使った通称、プッチ柄が特徴的で、マリリン・モンロー、エリザベス・テイラー、ジャクリーヌ・ケネディ等、アメリカを中心に各国のセレブに受け入れられ、衣服、カーペットなどを制作する。1964年には、アメリカのブラニフ航空の客室乗務員の制服をデザイン。1971年にアポロ15号使節団のロゴなどを制作する。なお、デザインを手掛ける傍ら、政治家としても活躍を続けていた。1980年代には、アメリカの高級車、リンカーンタウンカーや、コンチネンタルの特別仕様の内外装を手掛ける。1990年に CFDA に表彰される。1992年に死去。エミリオの死後、ブランドのデザインは、娘のラウドミア・プッチが手掛ける。1997年ミラノの会社に経営権を譲渡し、2000年 LV モエ・ヘネシーグループの傘下に入る。本社はフィレンツェ。2001年秋冬からジュリオ・エスパーダがアーティスティックディレクターを務めた。その後2003年春夏よりクリスチャン・ラクロアがアーティスティックディレクターとなった。現在娘のラウドミア・プッチがイメージディレクターを務め、2006年秋冬からは、イギリス人のマシュー・ウィリアムソンが、そして2009年秋冬からは、ピーター・デュンダスが、クリエイティブディレクターを務めていたが、2015年4月に、マシモ・ジョルジェッティが就任した。2004年秋冬から、スキーウェアコレクションを、ロシニョールとの提携により再開している。日本では、エミリオ・プッチ銀座店が、東京銀座に2004年11月26日オープン。新宿伊勢丹店など、関東、中部、関西、九州の百貨店内において10店舗を展開している。LVMH ファッショングループ、ジャパン株式会社エミリオ・プッチジャパンのプレジデント&CEO は、茂木勝人。ありがとうございます。